空の彼方にある星は。はい、皆さんこんにちは、 DJ のウクレレ講座です。今回はですね、よくネットでも、YouTube でも話題になっております、アリアのウクレレ、AU1 というウクレレですね、こちらをレビューしてみたいと思います。はい、まずは音から聞いていただきましょう。はい、こんな感じですね。で、割とですね、ボディが鳴ってる感じが伝わってくるんですね。使用上マホガニーの合板ということで、一枚板じゃないです、全部あのマホガニーをこう圧縮して、作られてるボディということなんですけども、ですね、意外とこうやって弾くと、このお腹の方にまで振動が伝わってくる感じですね。もともとアクイラの、ナイルガットの弦が、ついておりまして、なかなかいい音ですね。で、割と粒のある音、毎回のウクレレですね。これ、大体半分ぐらいの値段だと思うんですけど、なんとなくぼやっとした音なんですけども、このアリアの方のはちゃんとこのソプラノっぽいようななんとなく響きがしますね。で、レビューとかで見ると割ともう原稿完璧、オクターブ完璧みたいなことを書いてる方もいらっしゃったんですけど、まあ個体差があるんでしょうね。 BJ のところに届いたやつはちょっと原稿が高かったですね。それで、ブリッジを削って、いい位置にセットしました。という感じですね。で、ついてるペグも割と糸巻きですね。割といい感じ、いい感じって言っても、あの高級な動きはやはりしないですけども、値段が4500円ぐらいですか、本体がですね。ですので、それほど悪くはないというところですね。それでこのケースがついております。はい、こういう感じのケースですね。割とエレキとかで安いエレキについてるような材質っていうんですか、ちょっとあのスポンジ的なものは何もついておりません。チャックもお安い感じでこうやって、一応押さえられて、ここにまたなんか物が入れられたりね、小物入れられて、あとはこう肩から背負えるような作りにはなっておりますけども、そんなお高そうな感じのケースではありません。そのうちすぐ潰れるんでは、壊れる、チャックが動かなくなるとか、出てくるのかもわかんないので、すけども、とりあえず、まあ割りかしのケースはついております。これ持ち運んでもまあ大丈夫なぐらいなんじゃないですかね。おすすめだと思いますね。居酒屋に行って、飲んで食べてよりも安いですからね。今夜飲みに行くのを、お断りしてもう一本買いましょうかっていうぐらい割と気に入ってます。はい、でバーベキューに持って行ったりとか、あとは海辺で弾いたりするのも合板ですので全然大丈夫ですし、フレットの方も割といい感じですね。アリアがやっぱり作ってるっていうか、そのね、監修してるだけのことはあると思います。安いウクレレ探してる方はこれおすすめです。アリアの AU1、 ぜひ、楽器店に置いてるのかな、手に取って見ていただきたいと思います。まあ、この辺のはあの BJ のウクレレワークショップですね、こちらの方に来ていただきますと、あのレンタル機としてお貸ししているものなんですね。実際弾いていただくといいと思います。以上、アリアの AU1 レビューをさせていただきました。以上です。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。
散歩する月の影が寄り添って揺れる君の鼓動が少し聞こえた気がしていつもよりも近くに感じた手を伸ばしたら届きそうな月が出てるよこのシチュエーションにグッとくる言葉が見つからない